世界の鉄道一覧ドイツの鉄道ドイツの鉄道では、ドイツ連邦共和国における鉄道について述べる。2015年現在、ドイツには 33,331km の鉄道があり、このうち 19,983km が電化区間、18,201km が複線区間となっている。ドイツは国際鉄道連合の加盟国であり、 UIC 番号は80、コードは B である。ボストンコンサルティンググループによる欧州鉄道性能指数2017年版において、ドイツは4位に位置づけられており、旅客、貨物双方の利用率が特に高く評価されたほか、サービス品質と安全性においても高い評価を得た。また、公共投資の効果についても比較的高い数値を獲得し、費用対効果は ヨーロッパ全体平均を上回っている。100%国有の株式会社である、ドイツ鉄道が最大の鉄道会社であるが、近年、民間鉄道会社の参入も進んでいる。民間鉄道会社は、主に州の補助を受けて、地域輸送を行っているものが多いが、長距離列車に参入している会社もある。2016年現在、 ドイツには452の鉄道事業者が存在し、うち約20事業者が長距離列車を運行している。2006年にはドイツには約23,500両の動力車が存在しており、延べ旅客輸送人員は長距離で約1億2000万人、近距離で約21億人であり、延べ貨物輸送量は3億5000万トンであった。ドイツにおける民間鉄道会社が 輸送量に占める割合近年では、ドイツ鉄道はアイスの割合を高め、IC を以前の IR の水準に下げるという施策を進めている。中距離、短距離列車は州による補助金を受けて運行される。民間鉄道会社やドイツ鉄道の地域輸送部門である d b レギオグループが実際の運行を行う。ガイドピン付きのドイツのトロッコゲオルクアグリコラ、 デレメタリカ第12巻収録のスケッチ鉄道の最初期の形の一つ、鉱山用トロッコは16世紀のドイツにおいて改良された。図は、ゲオルク・アグリコラが1556年に出版したデレメタリカ第12巻に収録されているスケッチである。このトロッコは、フントカートといって、 フランジなしの車輪が2枚の板の上を走り、板の間に差し込むガイドピンによって向きを変えるという方式であった。この後このシステムはヨーロッパ中に広まった。ドイツにおける近代的な鉄道はルートビヒ鉄道が始まりである。この路線はニュルンベルクフィールト間 6.04km を蒸気機関車の牽引によって結んだもので、1835年12月7日に開業した。 1839年4月7日には初の長距離路線であるライプツヒドレス電鉄道が開業し、これを皮切りにドイツの鉄道網は急速に拡大した。1845年にはドイツの鉄道路線長は 2000km を超えており、さらに10年後の1855年には 8000km 以上にも達した。1871年のドイツ統一は、 鉄道会社の統合及び国有化とさらなる発展を促した。フランスと異なり産業発展を大きな目的としていたため、ルールなどの工業地帯に路線が張り巡らされ、主要港であるハンブルクやブレーメンへのアクセスを確保した。1880年にはドイツには9400機の機関車が存在し、輸送量は旅客が4万3000人、貨物が3万トンに達していた。 第二次世界大戦中には製造時間と輸入原料の使用を抑えるため、いわゆる戦時設計の機関車が製造された。代表例としては52形状機機関車が挙げられる。また、アウトバーンの建設が始まってはいたものの、道路網は決して十分とは言えず、このことから輸送手段としては鉄道に依存していた。1989年にはベルリンの壁が崩壊し、 東西ドイツを結ぶ路線の復活や運行頻度の増大が行われた。1990年10月3日にはドイツ再統一が行われたが、鉄道に関して言えば、鉄道再編を同時に行うため、東西統一はしばらく待たなければならなかった。1994年1月1日、旧西ドイツのドイツ連邦鉄道と、旧東ドイツのドイツ国営鉄道が統合され、 現行のドイツ鉄道株式会社が誕生した。ドイツにおいて鉄道は5 0トル以上の区間では都市間バスとの競争から守られていたが2013年に規制が撤廃されてしまいバスへの乗客の流出が顕著である。これに加え1996年以降ドイツ鉄道は鉄道における独占権を失っており2016年時点での ドイツ鉄道の地域鉄道交通でのシェアは67%に、内陸貨物輸送でのシェアは68.6%に低下している。隣接国は9カ国あり、すべての国との間で直通列車が走っている。機関はすべて標準機で共通だが、電化方式や信号システムなどに違いがあることがある。以下は電化方式のみをまとめたもの。リンクは、 各国の鉄道記事。なお、ドイツの主電化方式は、交流 15KV16.7Hz。短距離列車を除くドイツの短距離交通においては、費用の23.7%が自治体からの補助金によって賄われている。長距離市場では、補助金は一般的に払われていない。ありがとうございます。